品川駅構内の駅中、駅中と品川上野駅構内の駅中、寺上野駅中とは、日本の鉄道事業者が管轄下にある、駅構内に展開する商業スペースの通称、駅中や駅中、駅中などと表記する。駅中の語源については、諸説あるが、東日本旅客鉄道の若手社員によって作られた名称、駅中を起源とする説や、高級食品スーパー、 成城石井社長の石井義明が駅前あるいは駅中のコンビニエンスストア的な利便性を打ち出すとコメントしたことがきっかけとする説などがある。日本において昭和期までに鉄道事業者が管轄駅下の改札内外に置いた商業施設は駅そばやキオスクなど鉄道利用者への利便性を図った小規模な施設が中心であり、 地域の拠点駅などに設置された商業ビルと一体化した駅舎が存在する程度であったが、駅そのものの持つ集客力や利便性の良さに着目した鉄道事業者が、鉄道利用者の駅構内主導線上を通路に面したスペースに自ら主体となって商業施設を展開したものである。店舗置の改札内外によらず、JR 東日本や東京地下鉄は、 駅構内の商業施設にそれぞれ駅中を意味する駅中や駅カを用いているなど名称の定義は各社様々でありまた一定していない2000年代に入ってからは各鉄道各社ともに駅中事業に力を入れており次第に増加傾向にある主な店舗としてはコンビニエンスストア飲食店書店医療品店から利用室保育所など多岐にわたる 特に駅売り店においては、大手のコンビニ系はセブンイレブンなどとの事実上のエリアフランチャイザーとしての業務提携を結ぶ事例が多くあり、それらのブランドの駅中、駅売店などを展開している。店舗が改札内にある場合、改札外から利用するためには当駅に有効な乗車券、定期券、または入場券が必要である。入場券に有効時間が設定されている場合、 店舗滞在時間がその時間を超過した場合、自動改札機では通過できなかったり、追加料金が発生する場合もある。ただし、小田急電鉄では商業施設やコインロッカーの利用が証明できれば入場料を払い戻している。反対に店舗が改札外にある場合、改札内から利用するためには一旦下車しなければならず、多くの切符や IC カード乗車券は、 下車前と向こうであるため、運賃負担が増したり、または実質的に途中下車不可の場合がある。駅中により、鉄道会社の鉄道駅構内そのものの活性化が促される反面、駅前の商店、商店街との競合、圧力が発生し、実際に、京王井の頭線久我山駅の事例では、近隣事業者が原告団を結成し、駅中の事業者である。 京王帝都電鉄と子会社の京王書籍販売を相手に東京地方裁判所へ民事訴訟を起こした。また本来は鉄道施設に対して公共交通機関の役割の観点から固定資産税が減額されているがその施設内で商店を大々的に営んでおり租税の公平性に欠けるとして東京都庁が総務省へ問題提起を行った結果総務省は 固定資産税評価額基準を2007年3月に改正した。これを受けて東京都は東京都区部内の82駅に対し鉄道要項化した用地を含めた固定資産税等の課税を平成19年度部により実施した。なお、東京都取税局によれば平成19年度の追加課税額は総額で約22億円の増収となった。ありがとうございます。